ングルの祭典ジャパングランプリ93の季節がやってきた。オールスター戦を大成功させた全力パワーはとどまるところを知らない。デンジャラスクイーン北斗晶、女子プロ界の仕事人南鈴香、全女イズムの申し子山田敏夫、戦う摩天楼三田悦子、オーロラプリンセス井上貴子、超時代の新星長谷川早紀江、トリッキーファイター渡辺智子、LLPW よりハーレー斉藤、よみがえった格闘女王堀田由美子、過激に舞う飛翔天女豊田真奈美、スーパーパフォーマー井上京子、悪の微糖派下田美馬、ザ・ヒットウーマンワット吉永、プロレス界のピーターパン伊藤薫、前女名物ここにあり沼田さえみ、 JWP より福岡光、16選手の中で優勝するのは誰だ。ジャパングランプリ93開幕戦が華々しくスタートした。もう何年もジャパングランプリにちゃんと出てないような気がするんですけど、今年の優勝はやっぱり私でしょう。でも今はそういうこういうねくだらないことに付き合ってる暇はないんで、でも出る限りは優勝します。同じレッドゾーンで相手になるやつは正直言って誰もいない。まずはなこのジャパングランプリ、アジア待ってるよ。そしてこれが終わったらなもう一回カンドリだよ、待ってろよ。一度もジャパングランプリで優勝したことないんで、このレッドゾーンで北斗と山田選手がいるんですけれども、その2人を破って絶対に優勝戦まで残りたいと思います。同じゾーンで今に人気っていうか実力ですごい上がってきているのが北斗晶なんで、カンドリ選手と北斗晶選手がすごい上がってきて、北斗がすごい頑張ってるんで北斗をマークしていきたいと思います。絶対に優勝します。最近はタッグとかでちょっと調子ベルト取られたりして調子が悪いので、シングルの方で、今回は、ジャパングランプリ、前回もその前も、いいところまでいけなかったんで、今回は必ず優勝したいと思ってます。一番マークしている選手は北斗晶選手です。頑張ります。ジャパングランプリは今まで出ててあんまりいい成績が出してないんで、今回は一生懸命頑張って今までよりも、良い成績を残せるように頑張ります。レッドゾーンなんですけど、全選手レッドゾーンに入っている人全員をマークして頑張りたいと思います。今年は1試合でも多く勝って上位に上がれるように頑張りたいと思います。レッドゾーンで一番マークしている選手は北斗晶選手です。負けちゃうかもしれないけど一生懸命頑張ります。今年は他団体の選手も出てるんで、自分もなるべく最後まで残れるように一生懸命頑張ります。やっぱりマークする相手は、初めて当たるんですけど、ハーレー斉藤選手です。頑張ります。全員が先輩なんで、とにかく1戦でも勝てるように、2戦でも3戦でも勝てるように頑張っていきたいと思います。同じゾーンの中には長谷川早紀江がいるんですけど、やっぱり同期なんで絶対に勝ちたいと思います。私のことを忘れないように。初めて今回出場することになりましたけれども、会社のためとかいろんな部分を抜きにして自分のためにだけ戦います。必ず意地にかけても勝ちます。南にも大阪でも負けてますし、北斗にもうちのカンドリでも負けてますんで、必ず2人には勝ちます。やります。私はジャパングランプリで2度準優勝して、優勝までたどり着けないので、今年はチャンスなんで絶対優勝狙っていきます。マークしなくちゃいけない相手は豊田真奈美選手、井上京子選手だと思うので、やっぱりその2人には勝って決勝で北斗と戦いたいです。
今回のジャパングランプリは自分自身を見つめ直すいいチャンスだと思うんで、とにかくいい結果が残るように頑張ります。とやっぱり一番マークしなきゃいけないのは堀田選手とあと井上京子選手で、一番楽しみなカードはやっぱり福岡選手と対戦することなんで、まあ、やっぱり福岡選手は自分と似たような技をいっぱい使ってるんで、やっぱり自分の方が一枚上だってことを見せるためにも頑張りたいと思います。そして今年は去年吉田とかね、あと、その辺とかに負けてるんでね、今年はね絶対、決勝まで行って、決勝まで行ってとか優勝を狙います。去年ダメだったとこないですけど、また3連勝でもしてね、いいように頑張ります。はい、そうですね、マークする選手はやっぱりトヨタさん、堀田さんあたりをね、から絶対勝ちたいと思いますね。よし、今年も優勝するぞ。今年もジャパングランプリに出ることになったんですけど、ただ出てるだけじゃなくて、一勝でも多く勝ちたいと思うし、ファンの人の心に残るような試合をしたいと思います。マークする選手というのは全員なんですけど、特に JWP から特別参加している福岡選手とは、なんか彼女の地元で当たるみたいなんですけど、地元で声援も多いと思うんですけど、全場の素晴らしさというか、全場の凄さ、下田美馬の凄さを見せたいと思います。とにかく出してもらう限りは絶対に一つでも勝ちたいんで、白星を多くして蹴り倒していきます。リーグの中の堀田さんと堀田さんも蹴り使うんで、とにかく蹴りでは絶対負けないのと、京子さんとはいいとこまでこのまま行かせていただいたので、絶対に少しでも勝ちたいと思います。今年も上の選手の方が多いんですけど、自分なりに一生懸命頑張って一つでも多く勝てるように頑張ります。やっぱり同じゾーンでマークするのは全選手なんで、自分のフットスタンプで全員倒していきたいと思います。今回初出場なんで、全試合全力投球で突っ走って頑張りたいと思います。玉砕覚悟で全試合食らいついていきます。ジャパングランプリは初参加ですので、自分の力を試してもらうために一生懸命力いっぱい頑張ります。同じゾーンの中では憧れてた豊田選手に思い切りぶつかっていきたいと思います。JWP のピュアハートのレスリングで頑張りたいです。第1試合20分1本勝負、まずは青コーナー沼田さゆみ選手、長谷川千佳子選手のタッグです。まず沼田選手、はい、オールスター戦ではかなりの頑張りというか健闘を見せてファンにアピールしたと思うんですが、今の気持ち心境はどうでしょうか。自分ではまだまだなんですが、ジャパングランプリとか出させていただいてるんで、もうやれるだけ精一杯自分を出して頑張りたいと思います。はい、長谷川千佳子選手はどうでしょう、今日の一戦気持ちとして、今のは先輩たちと全員当たってしまいますが、先輩の方の渡辺さんにガンガン攻められるように頑張りたいと思います。沼田選手は先ほど出ましたけれども、ジャパングランプリに出るということで、はい、その辺はやっぱりシリーズは意識というのはかなり強いんじゃないですか。はい、そうです。ではフレッシュなタッグで頑張ってください。はい、さて赤コーナーは渡辺智子選手、渡辺雅美選手のこの渡辺ペアということでですね、第1試合から、ね、気合の入ったフレッシュな試合を見せてもらいたいんですが、渡辺選手はオールスター戦でこのリング衣装にもありますが、心機一転というかイメージチェンジを図ったようですが、もう一つ何か見えてこない部分があるんですが、どうですか今のこの戦いぶりというのは、どのような気持ちでやってますか。イメージチェンジしたんですけど、全然プロレス自体が変わってないんで、とにかく気持ちをまず入れ替えて、もう本当に一からやり直そう、全日本タッグも取られたことだし、一からやり直そうと思って頑張ってるんで、もう徐々に徐々にやっていきたいと思ってるんですけど、はい。そして渡辺雅美選手、先輩たちばかりというか下の選手たちがですね、人数少なくなって、自分の気持ち的にはどうですか、こういう一戦。先輩、みんな先輩なんですけども、自分が一番下なんですけども、とにかく一生懸命ぶつかっていこうと思います。では今日このビデオマッチ第一戦ということでね、ちょっとビシッとこうみんなの目を覚ますような
試合を期待しますので頑張ってください。性格的におとなしいおとなしいというふうに言われてなかなかこう一皮むけないなというふうに、言われているんですけれどもどうですか、古様なんか、いやでも、今インディアンスープでしたっけこれ、はい、こんなことやっちゃうんですからすごいですよ。そうですか、だってこれ長女しかやってないじゃないですか。そうですね、女子プロレスでは確かにね、インディアンスープなんかあまり見ないんですけれども、でもすごいね、気が強い、気がそうだけど結構強くて、一人で頑張ってますよ、近くは。なるほど、菅原さんどうですか。なんかこうしぶとい、なんかよくやってるなと思う。しぶとね、やっぱり前場っていうのはこう選手が少ないでしょ、下の選手が、はい、こう雑用っていうのもなかったですね。また中で、はい、毎日旅というかこう巡業についていくだけでもね、はい、精一杯の生活なのに、まあ、技をね、どんだけ覚えていけるかっていう部分が、試合そのものをまだちょっと考えてやるっていうところまで行ってないんじゃないかなっていうのがあるんですけどね。まあ、
からどうしてもね、みんなこうやって、そういうことを経験して、大きくなっていくんでしょうけれども、やはり若手が少ないっていうのは、そういう意味でもちょっとハンディカップありますよね。そうですね。各自に、はい、今の荷物がなかったですね。その時にありましたよね。さあ、これは2月最近もう、お箱ですね。そういうキャッチがね、非常に独特で、こう、尻文字をね、つくような形で、マッチなんですけど、さあ、そして、ダンパのスープレックス。マッチさあ、こうですけども。そう。私も渡辺とのマッチが出てくると、雰囲気違うからなんですよね。はい。そして、フェイスロック強烈。さあ、体重を浴びせかけます。渡辺もね、いろんな水着変えたり、マスクつけたりね。そうですね。みんなが盛り上がってるから、自分がどうにか見られるっていうかね。どうにかしましたってさ、いろんなことやってるんですよ。まあ、本当にマスクはね、なんかちょっとやりにくいっていうか、外したみたいですけれども。高校としてはやはりメキシカンタイプというか、トリッキーな飛んでいきたいんですよね、いろいろ。なるほど。意外と、まあ、そうですけど、見かけによらずというか、器用な選手ですよね。うん、そのあたり、渡辺の鍋のね、ブチャ殺法も注目ですけども、ダブル渡辺チームが見事な連携を見せました。もし中尾選手は、はい、渡辺選手のことをバカになりきれてないというふうに、はい、もう少しバカになれば、はじけるんじゃないかという発言があったんですけど、はい、まだこの、まあ、とぼけた魅力みたいなのもね、あるんですけれども、もう一つバカになってほしい、プロレスバカになってほしいというところでしょうか。あ、そしてこれも強烈、うん、ね、そういった意味でこういったね、攻撃はかなりマッチ苦しいんじゃないですか。そしてそのまま関係の SPF に移行しました。あっと、これは不問の表情はまたかなり厳しいところを攻めています。さあ、そして腰から今度は宮のための体勢5番のアルです。そうですね、はい、後ろっぽい腰から下を重点的に攻めていこうという作戦なんでしょうか。先ほどのね、ああいうフェイスバスターのようなダイナミックな動きが、はい、マッチ選手は身上ですから、はい、その辺も足腰をこう、なるほど、少し痛んですけど、しかしね、マッチここは耐えなければいけません。なるほど、ブレイク。さあ、そしてこの渡辺正美選手の方ですけれども、この人はこのドロップ見るといいですね。決めました、ね、はい。さあ、そしてそのまま逆エビだ。もう本当に切っちゃったね。もう後ろ背骨なんか見えちゃったね。でも体はすごい筋肉質ですよね。なんか前肉が足らないという感じですけど、そこで考えられちゃいますね。それにしても、まあ、時に良い動きというのはこの人が得意じゃないかという気がしますけれども、このドロップキック一つ取っても非常に小さな体ですが、バネがある、迫力のあるドロップキックをします。新人オーディションの時は、はい、思い越したからね、体操のモンスターズに記念日を加えてやったんですけど、はい、言ったんですよ、道場の準備で、うん、これ体操出身なんですよね、これね。それでね、そのオーディションの時に、私がこの中で形になりましたよね、はい、それを私だったら、プランの上からミニサーブがありますって言ったんですよ、オーディションの時に。なるほど、これはプロさんの前で。はい、これですね。それが合格の決め手になったんですよ、ね、これはでもいつか見たいものですね、ぜひやってもらいたいな。そして今度は、風が近くの逆転だという感じで、これはかなりフロントにかなり身長差がありますのでね、しかしも強烈です。さあ、うまく丸め込みましたが、カウントはこの2人はよく、第一試合のね、外国人のリアルケースが多くて、もう手の内を切り尽くしたからという感じでしょうけれども、さあ、そしてその4人の中では先輩が若手相手にどこまで自分を出し切れるというところが、この鍋にとってはね、この試合のポイントになるんじゃないかという気がしますけれども、さあ、今度はあっとアキレス腱固めだ。なんで中央でしょうか、ちょっと苦しい。ああ
ナミにはやっぱりね、厳しい攻めが見たいですね。もっとガンガンやっちゃってほしいですよね。なるほど。ガンガンやった後に思いっきり受けてあげるみたいな。ああ。先輩らしさみたいですね。うん。まだまだガンガン行っていいかなという感じですかね。うん。もっと渡辺智子選手自身のね、今の戦いの体重のスタイルも結構ルチャーっぽい今衣装をこう着て、そういう動きもやろうとしているところあるんですけども、はい、やや迷ったところあるんですよね。自分なりにこなしきれないっていうか、ルチャーの空中殺法的なものをどれだけこう自分のマスターっていうのが近くなるかっていう、本人的にもやや迷いがありつつあるところなので、今はね、関節が動くんですね。3本目上げてのスライディングキックのようですね、決まりましたけれども、自分自身の割り切りがどこまでいるかっていう。なるほど。さあ、そしてさあ、これも後輩に対する厳しい攻めだ。これは痛い。これはかなりえぐいですね。そしてフラリースラムから徹底的に膝を攻める。やはり長谷川としてはこの辺なんとか角度を見出して反撃したいところでしょうけれども、やはりどうはさせないという感じですが、長谷川近くのブロックキックはね、新庄レスにも同じくね、お互いね、やはり振り尽くしているというか、先方を取って組み立てをしているわけなんですが、結構先輩なのにやってますよ、ね、って立ち向かって結構。でもリング中央グイグイとしてもありますから、ジャッジの中でジャーッと沼っちがもう2点を取ってもいられないという感じで出てきましたけども、沼っちとね、違いますよね。さあ、そしてここから生きのいいファイトを期待したいんですけれども、何に持っていくんでしょうか。と、肩逆エビ固めから今もっとこう、サチホコ気味のにね、そうですね、グイグイと狙ったんでしょうけども、ちょっと体勢崩れました。さあ、腕を取ります。これは厳しい、脇型もクロス肩エビと言われたんです。今日はあれですね、両チームともまあ意識してか、こういう粘っこい行動は目立ちますね。そうですね、グランドの関節で逆を取るという、おっと、これはヒップトロップを落として、そしてしゃべるキャッチャー体勢、この渡辺雅美選手の耐えきれるというところがね、日々ね、日々がディフェンスも全然やはり毎日誰もしなきゃいけないなっちゃん、これ熱々ですね。そして今度は沼地のブロック、でも結構沼地で沸かしてますよ。あー、素晴らしいコースセンターにはね、本当に前のお客さんという感じで一気に盛り上がってるんですけども、このお客さんをまずは引きつけるという意味でもこの第一試合非常に大切になってきます。さあ、そして今度は渡辺雅美の左手、バキッと明らかに体を上げます。この辺はいかんせん体格差、なかなか流れられない状態になってきますけども、もう体操でしてるんですか。またあの鍋がえぐく足を出しても、鍋じゃないですね、マッチがえぐくね足を出してますけれども、さあ設定的に今度は肩から手にかけて空中的に関節を攻めます。同期がね、一人もいないっていうか、自分たった一人ってことになりますからね。なるほど。一緒ライバルがいないっていうかね、一緒に切磋琢磨、競い合える、同じ時に入ったらもういないっていうのがね、この若い選手たちと違いだと思うんで。なるほどね。何人かね、一人もいれば、同期もいれば、追いつけ追い越せとね、出てくると思います。しかしここで、反撃のフェイスバスター、また独特の必殺技が飛び出したよ。この後に、これもいいですよね。この技も非常に盛り上がります。
渡辺大の字だ。さあ返せるか。さあそして今度は何が。あっとこのありがとうかわした。さあトップフレンドは渡辺智子の真骨頂。そうですね、うん、ここからルカサッコに移行することができるかという感じですけども、さあ2コート得意のドロップキックを一発浴びせて、さあメンバースターだ。おっとそのままコールの体勢、しかしカウント2。さあこの辺から両チームともしてくるところですけれども、どちらかでもバットとナビも出たんですね、はい、どちらもうまくできる分やりなっつったらナビが使ってましたね。あなるほど。さあ一生懸命という感じのドロップキック、ね、後頭部にもねなりふり構わず、はい、さあブリッジで逃れた。または主勢に入ってきました。そしてありがとうございます。タッチワークいいですね、渡辺ダブル渡辺チームのね。なかなかあっこれはもうね、に腰を一発で出しました。もう一発いくでしょうか。すごいいいですね、リズムがいい。さあそして今度はおっと今度は一転してのルチャサッコ、セカンドロックから対応を見せていきましたけれども、長谷川もね、あのもっと思い切ってね、あのカットに入ってほしいなって感じがするんですけど、これもトリッキーなギロチン。この辺りも主張が見られてきました。渡辺智子結構ロープ使ってますね。そうですね。さあどこまで、これはやはり何度も同じ転倒を食らわないとという感じの沼田さん、そしてスープラトン、あっとこれは完成だ。おっと井上君からどうの、しかしここでダブルでね、はい、やはりまとめて投げ倒しました。セカンドロックからのボディアタックロック、サーバーの音それもよく保存して最近ね、今ちょっと見方ね、今の感じ方がね、ロープに振ると見せかけて、はいはい、ね、遠心力を利してのオリジナルという感じですけれども、さあそして、うん、ロープに挟んでコールですけれども、あー綺麗さぶつけ返しました。沼田選手ももう一つ何だろうね、うん、そうですね、今のもね決めようと思うのは一つダメ押しも欲しいですよね。そして先生のクロスライン、ダブルキックだ。とこの辺はちょっとダブルチームに合うと渡辺さん苦しい。あー今井からも拍手が出てますけども、頑張りていく感じの赤が甘い。これは鍋が、はい、綺麗にフォローしました。飛び出しのドロップキック、そしてさあボディスラムトラップをさあつなぎ、もう投げっぱなしのようにね、さあそしてこれはダブラスープレックス、対抗時間が長いですけども、さあ腰を2出した長谷川、近藤はカウント2ですけどもね、私のようなことも近藤でしょう、はい、そうですね、何かこうどうしても削られ出すともう、おとなしくなっちゃうという感じですけれども、さあ、そして、やはりこの辺は先輩の意地、おっと、ブラッシュをどうして入ろうとしたんですけど、右手1本で、ああ、そう、ブラッシュとタック、さあ、カウント、スリーフ、最後はトップロックの2セット、鍋の肘。なるほど、どうですか、うん、知らないけど、はい、鍋はいつも練習してるんですよ、うん、会場で、だから良かったですね。そうですか。さあ、見事に、皆さん、平和は君は敗れてしまうんですけど、ダブルが倒れてくるが勝利を認めた第1試合でした。はい、では勝利を得ました
渡辺雅美組ですが、渡辺智子選手、見事なムーンサルトアタックコーナーから決めましたが、ムーンサルトよりももっと違うのにしようかなと思ったんですけど、とにかくムーンサルトもできるんだぞっていうのをお客さんに見たかったんでムーンサルトで取りました。今日はなかなか厳しい攻めが出たようですが、どうですか？自分にも厳しく下の子にも厳しくやっていきたいと思ってるんで。渡辺雅美選手は今日はドロップキックはどうでした？自分の得意技。全然できなかったんですけど、渡辺さんがうまく引っ張ってくださったんでよかったです。どうもおめでとうございました。第2試合6人タッグマッチ30分一本勝負、この試合はですね、LLPW 対抗戦白組対 JWP 対抗戦白組という異色のタッグマッチですが、さてこちら青コーナー、まず南鈴鹿選手、LLPW との戦いが続けていましてまだやっておりますが、どんなことを自分としてはこう身についたというか、戦いの意識の中に変えたというか、思いはどうでしょう？そんなに変えたという意識はないんですけども、やる相手によってすごい自分自身が出せるようになりました。下田選手は LLPW とやってかなり自分の激しい闘志を打ち出しているようですが、やってみてどんな感じでしたか？やっぱり前場の中だけでは誰っていうターゲットみたいなのがいなかったんですけど、やっぱり LLPW の半田選手がいて、やっぱりそれを出せるようになったのはやっぱり進歩じゃないけど気持ち的に変わることができたかなと思います。バット選手はこの前のオールスター戦でかなり蹴りの威力を LL 側に見せたというところがありましたが、意識としてやってみてどうでしたか？自分よりは下だと思ってるんで、絶対に自分は自分でやるっていう感じで変わったつもりはないです。はい、今日は相手は JWP とのやってる白組が相手の6人タッグですが、代表して南選手どうですか、意気込みを一つ。そうですね、絶対負けられないんで、こっちは下田とバットで力を合わせて頑張りたいと思います。頑張ってください、はい。さてこちら赤コーナーはですね、 JWP マットとの対抗戦白組メンバーですが、堀田選手、はい、JWP との戦いこれまでのところを終えてきまして、どのようなことを身につけましたか？そうですね、やっぱりそれをやってからチャンスをもらって、自分では気迫だけでいってると思うんですけど。井上貴子選手もうかなり JWB とは、対抗戦やっておりますが、かなりライバル意識を燃えてやってるようですが、どうですか？そうなんですよ、尾崎が出てきてからは結構なんか意識してやるようになったんですけど、やっぱり JWP とやるようになってから形に縛られないで試合ができるようになったんで、これからはもっと自然にもっと自由にやっていきたいと思います。長谷川崎選手は、横浜でも大阪でもそして JWP マットにも上がりましたけれども、やってみてどんな印象ですか？今まで自分たちのこの前場の会社しか知らなかったんですけど、JWP とかと当たってみて、あ、いろんな選手がいて、あ、こんなのもあるんだなとか思って、はい。そして今日は相手はね、LLPW との対抗戦主力メンバーということで、代表して堀田選手、どうですか、向こうは3人こちらも3人違う団体と対抗戦やっておりますけれども、その辺のところを違いを見せてやろうとかというような意気込みは？そうですね、やっぱり私たちで JWP と当たってるこの3人の方が元気というか上を行くというところを見せたいです。では3人頑張ってください。
さあ第2試合です。6人タッグマッチ30分一本勝負、堀田井上貴子長谷川組対南下田バット組というこの6人タッグなんですけれども、まずは見どころどうぞ。これはね、堀田選手率いるこの3人の方は、はい、JWP との対抗戦、まあ、迎撃組というか進撃組というか、なるほど、片や南選手率いる3人は LLPW との対抗戦がね大いに盛り上がっている、なるほど、チームで、まあ、一種の代理戦争というか、代理戦争というか前場内の前場内の、うん、このグループの対抗戦というか、なるほどね、あっといきなりこの LLPW 迎撃組がまずはトリプルコールですけども、これを持ってました本人一斉に大きく回しましたけども、さあおかしいですね、これは第2試合も目標感テンション上がってますけども、さあホールの体勢にいきなり入ったか、この6人が動き回ると渡辺凛が狭すごいですね、なんかね、うん、でかさがあってスピードもあるという、この貴子と長谷川がね今2プラスになって本当にダイナミックですね、おっと難しい、さすがこの辺の、まあ、すごいね、この攻撃を出せて、はい、スピードもあーっと行きました、これ痛いですよ、ちゃんとものすごい音がしましたけれども、さあそしてまた大型の宮城、そして下田、両チームともかなりこれはコンビネーションはいいようですね、そうですね、やはり他団体を迎撃するということでチームはこれなりにね、今年は嫌がったりしてる、嫌がったりしてる同士であっても、はい、他の団体とこう一つ二つ試合をやってきたことによって、なるほど、なんか見えない心の絆が生まれたという運があるんですよ、新たな敵を目標をね見つけることでね、一つまとまった、うん、南選手なんかは他団体とやったことによって逆にそのうまさがクローズアップされている部分もね、そうですね、まあもちろんねうまさという意味では昔からこう言われるわけなんですけども、南選手はもう一つこう何かこうね吹き上げる目標みたいなのがあるなっていうふうに思って、うん、まあそれは対抗戦でねこう何か見えてきたんじゃないかなという感じがしますけれども、やっぱり今まで全日本女子だけでこうやってたっていう部分と急に外的あのあえて外的なっていうのを使いますけれども、でも来ると危機意識というか、うん、大きな刺激になって、やっぱ活性化っていうのを使うんだよね、これもバッと相変わらずキレのあるキックですけども出してもらいました、古さんそのあたりはどうなんですか、やっぱり対抗戦でかなり面倒ないの、やばいと見ないと思った人がなんか先輩と一緒にやることによって、はい、みんなであんまり嫌がらなかった人もしてますよね、この子とか、あとミユリちゃん発表とか、うん、良かったですよね、まあ、逆にお客さんの方もね、かなりこのところ対抗戦慣れしちゃってるんで、うん、こういった現状ないでね、うん、戦いという部分をまた改めて見せなきゃいけないという意味では、堀田なんかもう対抗戦やってからもう目の色が変わったでしょ、もう本当やる気になって、トラブなんかももう肉肉しさを出しちゃってさ、なんか変わってないんですか、みんなそれぞれ、それでまたこの中で戦って、前と違うわけですよね、やっぱ、全然みんなもう一回り一回りになって違ってなってるから、うん、特にそれはね、はい、やられてしまったんですけれども。最近は肉楽しいんですから、もうねたまんないですよね、おっとあーこれうまい、さあ本人丸山さんですよね、はい、その高い南選手の上を通り抜けて、そうですね、すごいジャンプ、あーそしてしかしバトラーうまい、ヘクリさんヘクラブラコンヒーロー南スタッフさんと2ですけれども、いつ見ても美しいですね、スタッフさんは南の髪の毛持つなんて、うん、なかったですよね、なるほど、自然にこう激しさが出てくるね、もうほら、なんつうの、ね、朝とかうちらぐらいしか見たみたいな髪の毛なんてさ、それが嫌だと思うね、みんなやっちゃうんだ、そして、対抗戦で勝っているとうまくもヒットも、うん、おー、強烈なキック、
まあ、ちょっと前だったらこれが食えないと手に入れなかったですから、特にあのね、あの堀田の場合は関西という同じタイプの蹴りをしたいとした選手がライバルで現れたということで、かなり見つかったですね。そうですね、ついに見つかったというかね、でも怪我してるみたいですね。堀田選手、はい、あれ巻いてますね。そうですね、あ、胸のあたりバンデージぐるぐる巻きという状態ですか。あ、本当ですね。多分鎖骨かなんかやったのかな。あ、安心、そういう戦ってるのは、これはもう伝統の選手はいつもそうなんですけど、本当に試合をなかなかね、よっぽど怪我しないと休まないというか、もう休んでられませんよね。この盛り上がりの中では盛り上げるとなるもの、出ましたね、これは。ロコモーション連続連続、この長谷川選手は今の技で一番気に入ってるんですよ。あ、そうですか。これは必ずやりますね。猛烈です。この試合どんどん自分の飛び技を出していきますね、各選手もね。そうですね、出してますね。一人一人がもうなんか全員負けてなるのかという意識で、あった、この高子もダブルアームスプレックス、非常に得意としている技です。このつなぎも早い。さあカウントは2。乗っておりますね、 JWP 迎撃チーム。さあと、しかし今度はこちらも下田の得意技、少し切り替えが早いですね。そして今度はバット、おっと耐える高子。この辺りのちょっと表情がアップで見たかったりなんかするんですけど、ちょっと強烈、この野郎、やった、バカ野郎、おっとこの野郎からバカ野郎に変わったの、おっと綺麗なアームフックするの。さあそして、さあ蹴りたい蹴りたい、まあすごい、このまた堀田の蹴りとね、ダッチの蹴りはまたちょっとね質が違って、このコーナーから誰かが引っ張ってみたりして、あの辺りがもう出してます。これまた高子ファンなんか見るとたまらないみたいですね、ああいうのがね。そして今度は強烈、あっと後頭部、今度は胸、さあ本当に厳しいエゲツナイは下から行きましたよ。すごいですね、今のバックの蹴りは、いやしかし何ともなかったかのようにまさずこのホッタも反撃します。今下から見て猪木とウィリアムス戦のウィリーみたいな、なんか出どころがわからないようなね、鞭のようにしなって、でも前兆ってすごい激しいですね。いや、ブル様からその言葉がこんなこと言われたらどうなの、笑われたことないですか、よろしくないでもバットの蹴りなんかもう何となくってくるでしょ、あんまし当たらないですけどね。なるほど、やっぱりブル様ぐらい体格差とあれがあると、なかなか、いや、あのね、目で威圧するっていうのもあるんですよ。なるほど、威圧するっていう、あー、やはりドルサバぐらいだとそうなっちゃうんですかね。すごいですね。あとが怖いですからね、ドルサバになるとすると。さあ、強烈エルボー、結構今日パッとやられてますね。いつもだったらね、攻める方が多いんだけど、ちょっとなんか苦しそうな表情ですけれども、多分ね、手がしびれてるんですよ。なるほど、あのね、バットはね、今首をおかしくしてて、今ね、右半身かな、はい、左半身で全部前にしちゃってるんですよ。なるほど、それでも試合できますから危ないですね。脊椎あるいは延髄、その辺りを怪我しますとね、これ致命傷が当たりませんからね。さあ今もどうだろう、やはりどっちか右半分でしょうかね、しびれたような、シルクを見せましたけれども、ちょっと心配です。さあそして今度は南、長谷川、この2人の攻防というのも非常にダイナミック、さあ豪快な肩逆エビですけども、もうほとんどシャチホコ状態ですね。めっちゃ楽しみですね。南の体格でこれを決められると、さすがの長谷川もちょっと苦しい。その傷も猛烈に膝を一発見ました。そうですね、痛いんでしょ、ただマットにね叩きつけるだけで。痛いですね、長谷川の手が多いですね。そうですね、
ね、欠場だけはしてもらいたくないんですよね。吉田選手が欠場してますもんね。ちょっとバッツ選手なんかちょっと同じような症状みたいな、ちょっと心配ですね。あんまり長期に欠場してしまうとちょっと心配なんですけれども、もう首に出してる人とか多いですよね。スタンドで中堅選手、やっぱり技もかなりその高度になってるし、落とし技、ブロック技系が非常に出るんじゃないですかね、技が多いですからね最近。この辺の受け身の取り方というのもかなりこう近代化してきたなというのが特徴です。相当基礎体力を試してもらうと、はい、ちょっと分かるとすぐ首を持ち合いますからね。右側から来ていくと、あ、そしてこんなネックハンディングコースで、あっとこれは面白い、ツープラトンの攻撃。さあカウントツアー、はい、シュートしました。ちょっと集中的に詰められてますね。そうですね、ちょっとロンリーパックになってしまったんですけれども、さあここまではちょっと目立たなかった下田ですが、この辺で下田もね、このなんというか憎たらしさという勝ち気の部分は、LLPW でね、半田選手でしたっけ、半田選手を泣かしてからというものはもう、ね、そういうシーンですよね。無理やり半田選手をもうライバルにしちゃってるというか、私と戦うみたいな部分でね、なんともこのもうそういうのが普通の僕にみんな注目されてるじゃないですか、ね、みんな私は、ね、すごいですね。その長谷川ですけれども、長谷川はまあ福岡とね、はい、ピュアだないかという感じでやってるわけですけれども、まあ、その福岡は選手でいうとね、ジャパングランプリに単身で参戦というところが、まあ、この後の試合が決まれたわけなんですけども、さあそして後藤南、うん、まあ、この辺のアピールの間みたいなものも非常に良くなったという感じがしますが、さあカウントは2で返した。これ井上田選手みたいな人はこれは決めた、ね、決めてダメなんですよ。もう人の決めてもね、決めて試合ちゃダメなんですよ。なるほど、おっと、いや今のはカウント 2.8 裏まで行きましたけども、よく返した南。ちょっとこれもなんだ、足の置き手の方に出してるな。あーっと、この辺の上手さ、なんとも憎たらしいというのが、どんな顔してるんだね、この辺のね、表情なんかちょっと憎たらしい、半分こう笑みを浮かべたような憎たらしい顔をしているのは、これが変わらないというところなんですけどね。この顔を見たさに、このただスポーツ協会に足を運んだことも数多いんではないかと、ないでしょうか。下げだというところで、コーナーにもね、目をやってね、非常に井上選手はこの6人の中で一番目立ってやろうっていう、ね、気持ちが出てますよ。なるほど、さあそしてまたダブルアームスープレックス、さあそしてこのまま得意の膝十字固めに入りましたけれども、この今の入り方もまたね、変わった膝十字の入り方と、変わったというか、まあ、オーソドックスかもしれませんけど、この膝十字もいろいろ入り方があって研究してますね。そうですね、かなり以前から得意技としてやってますよね。さあ、そしてリング中央で、これかなり厳しい悲鳴が、悲鳴が悲鳴が聞こえていますけれども、この国なんとか逃れたいですね。これ持ってきますよね、この、はい、これはあれですね、指に固まっちゃう、膝だけではなくてね、かなりえげつないですよ、ありがとうございます。しかもこうロープに水分よりにくい体勢で入っているという感じですけども、あっと、あしかしロープに手が届いているんですけれども、それを足で踏みつける、ちょっと言いましたね、さあそして背中を思いっきり蹴りつけた後はコーナーに、あっと口出しの、あ、ニルキ、これ外した、これは組み波はかわした、しかし、あ、しかしまだ、あっと、はい、そのまんま前に落として、女子プロレス独特の技なんですけども、この技を選手の間にずんまいを食っているんですよ。ずんまい、ずんまいですね。あ、なるほど、ずんから前に回るのがずんまい、なるほどね、
この音はもう擬音でしょ、擬音ですよね。あーもう音するよ、ずんと音するから、ずんと。なるほど、ずんまえ。これからね、天女ファンの人もね、今ずんまえですね。あっと、これは稲見。さあ、ローリングしてタッチ。よし、下田が得意な。今日足が高くなってます。そうですね、うん、あのこの下田選手の調子のバロメーターと言われているところ、ネックフリガーでどれだけ足が高く上がるかというところなんですけども、今日は非常に高く上がっている。そして一度いいワンクエア、そしてこのチャップロックからネックフリガー、これは両コーナーからいきますか。あっと、一応下田の、そして今度は綺麗にボディアタックを決めましたけども、韓国。さあ今日はこの下田が乗っています。フィッシャーのスープレックス、これがどうか。なんか技強いな。そうですね、ベチャの悪いようですかね。ベチャっと行きます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 。出ました、かっこいいな。ちょっと頑張りますね、これ。側頭部なのか、ローリングショット、ローリングショット、側頭部のヒット、まあロープに飛んでのね、ローリングショットとは、この長谷川オリジナルですけども、危ないぞ、本当強い、ギリギリで返したバット。あの首を痛めてるという意味では、あの側頭部の連発かなり効いたんじゃないでしょうか。あーちょっとバットがやはり、バットに聞こえた。ちょっと手がやっぱ締めますね。あーっとキックドロップですけれども、さあ高くバットの斜めになってきましたけれども、さあトップロープから出ましたね、フリップ。さあこのままカウント、締めるのが大事だね。ちょっと心配ですね、その辺バット。これももうね、バックロックの体勢からそのままバスターで押し出してくれます。タッチした後、シグルダー手振ってますよね。大丈夫でしょうか、ちょっと心配ですね。さあ、これで、ごめんなさい、バット出ました。さあ、今日2発目、オラスペシャル。さあ、そして、ホッタが久しぶりに登場しての2バター。なんか、こうしてたんですか。スープアートのね、はい、これも2人で決まってますからね、はい、もう JWK でもね、最高成績では何度ともタッグを組んだこの高橋さん、タッグ、スープアート見事な、まさか2人が会うとは思わなかったですよね、この2人のペアが。誰が成績したのか、これが今やね、もう乗りに来てるタッグシールという感じになりましたけれども、あっ、応援もトリッキーなプレー、やっぱ正直そうなんですよ、今日は。そうですね、動きも非常にいいですね、考えてみて、一瞬の切り返しが、このつなぎもいいが、下の手上げが、これはしなやかで長い足が飛んできましたね。この辺みやみうまい、トップロープに乗った、トップロープに乗って、さあ下田が、さあ乗ってるクランチャー、トカスイシーダですけれども、さあいいですよね、ちょっと、さあそしてもうほとんどバックロープ気味に落とすというガッタから裏投げ、これも強烈連発。これ宮野選手が取れてますから、誰でも強いってことですよね。しかし、このね、身長で、このね、高さのある裏投げは、かなり効くんでしょうね。さあ、南、ちょっとグロッシーか。あっと、しかし、ここはよく見ていた。あ、バットに来てるぞ。よし。このバットの踏みつく前に、うわーっと痛い、これは痛い、あっと危ない、これ大丈夫ですかね、長谷川もろに顔面に食らいましたけど、ノーガードだったんですが、バットのあのスピンのスピードはすごいですね。あっと行きたいんですよ、これは順前をうまくかわして、うん、あっとこれはまた先ほどと同じ攻防ですが、あーしかしここで南がドップロープ、あー出ましたね、ドップロープからのバックイード、さあそして今度は堀田、堀田そろそろ得意のヌルコースにどうか、あっとドラマコースのあっと、しかしデコレーションの高さを抑え込んだ、危ない、スリーだと思ってた、いやー、これがカウントスリー入ってると思いましたね、さすがですね、
く、もう正解的ですよ。一発で入るタイミングというか、もうその絶妙ですけども、さあダブルで今度は取ったもやはりタッチャー出ました。タイガードライバーさあカウントは危ない。いやー寸前のところが南のカップに入りましたけれども、さあ下田は今度は攻められます。さあそして今度は赤コーナー、ホットがそのままエルボーだったんですけど、これうまく透かしてダーッとヒップアタックを切り返してるね。はい、あとはエンジンが遅いですから、この辺で一発行きましょう。あえてエンジン透かして足を取らしてのエンジンを透かしました。さあそして今度はバットと、あっとこれはメガブルシー攻防になった。アサスリング中央では、あっとこれは危ない、首を越えているバットかなり厳しいぞ。さあそして当てますね、プライムドライバーに行くのが、さあ殺人古川さん、プライムドライバーはない、カウントは返せないでしょう。いきなり取れないじゃないですか。これはテクニックが突き刺さりました。その前のバックドロップが早かったですよね。あれはもうラリアットとバックドロップは、うわこのピラミッドドライバー、まさにこれは頭から落ちるんですね。さあちょっとすごいですね、この技は本当に高いです。ちょっと全然の技はスカウントする一方なんですけど、アクセントはちょっと失敗ですね。なるほど、注目の6人タッグは堀田がバットを殺人技で仕留めました。はい、勝者の JWP 参戦組ですが、ものすごいハイスパートな戦いの中、最後殿下の方とピラミッドドライバー出ましたね。狙ってました。はい、連携ではこちらのチームの方が上だったんじゃないかっていう感じしましたが、井上貴子選手どうですか。堀田さんともいつも組ませてもらって、長谷川ともこの間JWP 行った時組んだんで、結構連携あったんでね、なんか良かったですね。長谷川咲選手どうでした。なかなかやりやすそうによく動いてましたが、堀田さんと貴子さんの手を借りてなんとか頑張りました。ではまたこのトリオで JWP マット、また参戦 3WA タッグもありますが頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。どうもお疲れ様でした。第3試合ジャパングランプリ93ブルーゾーン公式戦30分一本勝負、伊藤薫選手対福岡光選手ですが、青コーナーこちら福岡選手です。いやいよいよこの修行の場、勉強の場、全日本女子にやってきましたが、そしてジャパングランプリ93の初参加、今の心境率直なところどうでしょう。やっぱり今日開幕戦ということなんですけど、当日今日本当にここの会場に来てすごくもう実感が湧いて、本当にもうドキドキしてるっていう感じです。今日の対戦相手、第一戦の相手は伊藤薫選手ですが、横浜のオールスター戦でタッグでぶつかっておりますが、その時の伊藤選手の印象というのはどうでしょう。伊藤選手もすごいガンガン来る選手ですから、そういう印象を受けましたんで、本当に自分も負けないくらい元気にいかなきゃいけないっていうのはありますけど、本当にどっちもどっち若いですから、本当に頑張っていかなきゃちょっと危ないなって思ってます。得意の元気の象徴ぐるぐるパンチは出そうですか。今日はそうですね、やっぱりあれが出て福岡っていうふうに思うお客さんも多いと思うので、本当チャンスを狙って絶対ぜひ出したいとは思います。そしてこちらに JWP 代表の山本代表いらっしゃってますが、福岡光選手を前場に送り出した今の心境、その辺はどうでしょうか。そうですね、福岡と同じぐらい緊張してます。福岡にはぜひいい成績を収めて、またそれ以上にいい試合を全日本女子のファンの皆さんの前で披露して、また JWP の良さをお客さんに分かっていただければいいなと思います。はい、ありがとうございます。では福岡選手、今日はやはりピュアハートでいきますよ。はい、もちろん。では頑張ってください。ありがとうございます。続いて赤コーナー伊藤薫選手です。ジャパングランプリ公式戦第1戦からですね、 JWP マットから参戦の福岡光選手が相手ですが、これは前場の一員として初めて当たるということで、どのような気持ちで戦おうと思ってますか。
福岡選手と横浜で一度タッグなんですけど対戦してるんですけど負けてるんで、今回は絶対に勝ちたいと思います。同世代ということで、まあ長谷川選手とともに福岡選手にはこう意識するところがあるんじゃないかと思うんですが、その辺はどうでしょう。そうですね、今長谷川と福岡選手がいろいろ言われてるんですけど、その中に自分も食い込めるようにどんどん行って目指したいと思います。最近伊藤選手はノリに乗ってるという感じがしますが、どんな試合をやってどのように勝ちたいという今の気持ち、意気込みはどうでしょう。そうですね、やっぱりまだまだ影が薄いんで、フットスタンプをもう誰にでも出してどんどん使って、今体重ももう5キロぐらい使い始めより増えてるんで、全選手にフットスタンプをやってぜひ勝ちたいと思います。ではぜひ頑張ってください。ドライドのレバー
層出身の選手は。絞れ絞れ、行こうか。
ね、技もね、ミサイルキックとかですね。そうですね。いやいや、見た部分が緊張されたのもあるんですけども、今はこう、この状況で使い慣れてるか、使いこなせるようになってきて、これは自分のオリジナル個性を出すことですね、というのをしているんでしょうけれども。JWP の中では、もう、そういう意識は全くないですからね、試合会場の中では。タイプでも、あ、出ましたね。そのタイプは、クリスマスの中で、綺麗という感じがありましたけども。よし、さあ、バックを取って、バックドロップ。これは、やっぱり、スイッチで高角度に戻ってまいりました。さあ、ちょっと伊藤が、今度はそこまで出てきました。今の伊藤の攻撃が、大丈夫
心の頑張したかもしれませんが、今の一攻撃もすごかったですけど、ここはの選手どうですか、はい、あのドーリングしてもあれすごい綺麗でしたよね。そうですね、あのリズムがいいですね、うん、すごいパワーがありますね。これはコンコンコンと体の上がる選手を食らったことありますか。ないですね。ないですか、うん、でもすごい良さですね。やっちゃった、見てやるところこれですね。甘い気度がやはりさすがのアドレスの感覚が強いですね。空中で受け止めちゃうんでしょうか。なるほど。さあちょっと膠着状態で、ヤジが飛びましたが、そしてまたリング内に持ってこの辺がうまい。この辺が実にうまいのコンパですけれども、今の切り返しは誰でいいか。そうですね、ハイルドライバーをあ、相手をよく見てますよ。もう必ず当たるところを狙っていますから、狙っていますから、正確さというのはよく見られますね。ぐるぐる割れますよね。このアグリが、しかしこのアグリは出せませんでしたね。リート、やはりその辺は意地があるんでしょう。おっと、そしてあっ、このコンビネーションは10位と考えたんですけれども、なるほど、しかしたら、ね、ダイビングスポーツね、ゴールにしかして、このグーグルパンチから勝機を踏み出していくのか、そのまま抱え上げて、さあ、今度はリングをほぼ中央で、ダイロットになる伊藤、そして起き上がっての、さあ、また見せるキックを見せるでしょうか、しかし、これをまたかわした。ダイビングボディアタックだったんですが、かわして、そして、そうです、この技ですね、ロープに飛んでのダイレクトスタンプ。伊藤もこの技は絶対自分にダメージがないんですから、なるほど、どれだけ損失することないんですよね、絶対に。はあ、スカサイドはそうですよね。痛くないですか、スカサイド。一発行きましたね。そういった意味でも有効な技ですよね。これそういきますから、7発目が効きました。このコーナー最上段から、これは食いたくない、うまく、やはりこの辺は効果もよく見ていた。これを食ったらおしまいということでしたけれども、あっちこの辺の展開します。さあ、そこはあとコーナーの体勢から、そうですね、さあ、また回します。さあ、そしてここでフォール、カウント2。お互いの手の内、得意技、あ、これなんでしょうか。スライディングキックですか。ヤクルトのスライディングキック、さあ、伸ばしたね、伊藤。エプロンからダブルノットタブルのあたりが、
選手。ただスカダラか。さあダメージはどちらの方が。しかしトップのプロダムロというところですが、今の投げ方はまたかなり効いてますね。そして出ました、これも福岡だ。全場マット公式リーグ戦第1戦見事勝利飾りました福岡控え選手ですが、フィニッシュの前にどうですか、フットスタンプ。すごい、全場マットもこんなに厳しいっていうの本当に今日初めて体で教え込まれたっていうか、本当に団体違いますけど伊藤選手同期ですよね。もう本当自分がなんか本当になんかまじまじと本当修行に来たんだみたいな思い知らされたって感じで、試合やってて途中どうですか、プレッシャーっていうかやって感触、伊藤選手とはシングルタッグでやってますがシングルで今日向こうもガツンガツ来ましたがどうな。私も本当試合前のやる意気込みと、はい、試合始まってからの意気込みが変わっちゃうっていうか、本当に一戦目で本当にもっと頑張んなきゃいけないのに、なんかやっぱり本当に力出し切れてないっていうか、でも特に今度またもっと自分のコーナーの選手、自分のブルーゾーンの方には堀田選手とか豊田選手、井上京子選手とかパット選手とかもっと強い選手たくさんいますんで、どうなるかなって。フィニッシュはなだらしきパワースラムから、その後続けざま得意のムーンサルトプレス、その底力というのはもう恐るべしという感じを全場マットの各選手は思ったと思うんですが、これからの抱負を一つ。今日は本当に苦い思いしてやっと勝ったっていうか、でもまだ自分のプロレスでは本当に全場の中では試されてるっていうか、本当まだまだですし、いろんな選手と当たって自分のためにも、そして JWP に自分が立って、これからまた何ヶ月か経った時に変わってる姿でやれるように、本当に今一戦一戦をもう本当頑張っていきたいと思います。一つ一ついろんなことを勉強してより大きく成長してくれることを期待しております。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。惜しくも公式戦第一戦飾れなかった伊藤薫選手ですが、福岡光選手のどうでした今日シングルでやってみて。そうですね、やっぱり統一と対戦したんですけど、まだまだ相手が何やるかとか分かんないんで、最後は、フットスタンプ、得意のダブルフットスタンプで追い込んだと思ったんですが。そうですね、フットスタンプでもいつももっと、ね、センターぐらいまで飛んでやろうと思ったんですけど、もう緊張したせいかしないんですけど、すごいもうすぐ息上がっちゃって、全然自分の思った通りの試合っていうか動きできなかったんで、もしチャンスがあればもう一回やりたいです。ただ今日は終始、押していく部分はずっと前半からあったと思うんですが、それがもう今後その勢いで行ってもらいたいと思うんですが、どうでしょう。そうですね、
常にもう自分はいつも挑戦者の気分でガン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 向かっていこうと思ったんですけど、あそこでパワースラム来ると思わなくて、自分よりか体小さいんであんな技やると思ってなかったんで研究不足でした。また福岡選手とやる機会もあるかと思いますが、これからまたジャパングランプリ公式戦たくさん残ってますんで、期待してます。頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ジャパングランプリ93レッドゾーン公式戦、30分一本勝負、まずはハーレー斉藤選手です。ハーレー選手、公式リーグ戦第1戦ですが、LLPW とは因縁深いですね、カチョーラスの三田悦子選手が相手ですが、はい、どんな印象を持っていますか？そうですね、今日で3戦目になるわけですけども、やはりまだ未知の力をたくさん持った選手だと思いますんで、それに負けないよう必ず勝ってきます。これ敵地でですね、乗り込んでリーグ戦を戦い抜くにあたって、はい、この大きな心構えというものは何かありますでしょうか？特には自分の中では考えてないんですけども、やはり頭は空っぽにして体だけ動いてもらう、体に頑張ってもらうだけです。はい、ではいい試合期待しております。対しまして赤コーナーは三田悦子選手です。今日はジャパングランプリ第1戦、相手は LLPW から参戦のハーレー斉藤選手ですが、どうですか？いや別に何とも思ってないです。対抗戦でシングルっていうのは初めてなんですけど、いつもの通り、前場のリングでは好きなようにはさせない、それだけです。ハーレー選手とはこれタッグももちろん含めて3回目ということなんですが、どうでしょう、彼女自身の印象というのは何かありますか？結構蹴りを使ってきてポンポンなんかやるスピードがある選手だと思うんで、そこを気をつけたいとは思ってるんですけど、あとは別に自分の思うように自分のペースでいきます。LLPW との対抗戦はまだ続くと思うんですが、一つ頑張ってください。はい、ありがとうございます。第4試合です。ジャパングランプリ93、今度はレッドゾーンの公式戦、レッドゾーンのオープニングマッチということになります。30分一本勝負、三田悦子対ハーレー斉藤、こちらも LLPW より単身参戦ということになりました。まずは菅原さん、ハーレー、そうですね、はい、レッドゾーンのオープニングカードですけども、こちらも、ハーレー斉藤といえば、はい、実力派というか、うん、うまさでは LLPW の中でも光ってますからね。そうですね、パフォーマンスですね。何でしょうかね、これはハーレーコールを、ね、本当に頑張りに、ね、耳をかざして大頑張りのパフォーマンス、すごい面白い人、もっとやってもいいじゃないですか、うんうん、すごい人がいいのが分かりますよね、ハーレーと試合でしょ、三田もやはりその体力、体格差を見せての防御アタック2連発、しかしこれはうまく見ていたとにかくこの動きの得意要素というかキレという意味ではやはりこの LLPW では随一ナンバーワンという意味で、シングルマッチで大舞台から出なかったですよね。やっぱり北斗の先生って相当勉強させられたんですよね。別に飛ぶとかもいいんじゃないですかね。王道カルね、これは三田選手、ね、レッドゾーンではワンコフ的な、そうですね、ポジショニングかなという気がするんですけどね。同じゾーンの中は北斗選手もいますからね、対決は見ものですね。指定対決ですね。これは三田が今北斗のね
メキシコ遠征今の制裁がどこまで北に進行したかっていうのを引き受けるようになるようになしますけれども、ジャンジャンかね、三谷もこの実力っていうか歴史っていうのが上がってるんですよ。いや、そうですよね、やっぱりこのなんといったこの大きな体っていうのはね、これはもうとっても強い武器ですからね。自分のこの、まあ、今までは体を持て余してすごい乗っちゃう時は結構頑張れるっていう感じなんだけど、乗っちゃう時に差がちょっとあるんで、それがなくなれば本当なんじゃないかなっていう感じですね。乗っちゃうの今日は、まあ、でもハーレーですから、相手がハーレーですから、乗るものないのやんなきゃしょうがないですよ今日は、ね、この勝ちましたからね、うん、ここLPWも。そうですよ。放送っていうか、体の野球の中の、はい、中間なんていうか、参戦というか、中堅というか、中堅というか、中堅大会ですね。はい。僕も見てるだろうしね。相手も高い、そして、トップにもね、こういう、目覚めてるんだろうね。僕のハーレーも、普段からすごい小さいんですけど、外から。なんか、今リングに上がっちゃうと、見た目が変わんないですよね。大きく見えますよね。大きく見えますね。戦闘もありますね。プロレスって楽しいとか、大きく見えたりとかしますね。あと、そういう時に、ハーレーは、試合中に顔が見える選手だなと思うんですよ。例えば、宇宙選手や白鳥選手とか、試合の途中の顔が想像できる選手っているじゃないですか。なるほど。だからすごいお客さんに顔をアピールしてるんだなっていうのがすごい分かって、この特徴ある顔にしてるし、ね、いい表現しますよね、はい、目がいいですよね、この選手も。いいですよね、はい、目がね、目の上に、あ、このメイドさんにね、ジャパングランプリに参戦してきたっていうのは、なんか純粋にね、強くなりたいっていうのもあると思うんですよね、はい、個人レベルで、この一応、全日本のいわゆる構想というのを広めてますけれども、個人のレベルでレスラーとして、一つグレード上げたいというね、意識がね、あってくる企画なんですよ。そういう意味では、このリーグ戦、シングル一つ一つがね、一種の勉強にもなるし、そうなんですよね、期待したいところ大きいですね。一人でもう誰も連れてないで来るっていうのがすごい勇気があるじゃないですか。怖いと思うんですよ、すごく。場外乱闘、この辺り、場外乱闘は、一連の競争の場外乱闘、壁に。でも、場外乱闘では水の方が上でしょうね。やっちゃうちょっと、ね、必ず毎週やってますから、はい、ネタがね、この椅子を高く高々と振り上げて当たってどうかりますね、やっぱりね、格差がありますから、かなりの得点を高打したら、はい、ちょっとフラッとしてましたね、はい、はい、みんな先行け、先行け、好きな人を感じになりますが、方針を見たに、まあ、結局にヒットするという問題がね、難しいことですからね。で、本当に今、クライミングキックも 0.1 番して出ましたけど、やっぱキックでこれ突破口を開くっていうのは、ハーレー選手のパターンでね、しかしキックで、ね、素晴らしいですね。いろんなバリエーションを持ってたんだね、キックで。2回目、胸に当たりながら、ちっちゃい子だったら頑張りますよね、これ。もうちょっとちっちゃい子だったら。そして、レグラスインタビューを冬のパターン、姿ね、アンテロに移動しています。ここまではどうでしょう、ハーレーかなり自分のプロレスをしているのかなという感じがしますね。なんか上がってるように見えないですね、堂々たる戦いって、でも締め方の見せ方がすごいですね、表情もね、
試合も今三田選手が三田選手のセコンドに木村選手見えましたけれども、あの LLPW の二宮選手と半田選手ですかね、セコンドついてますね。この辺セコンドコースのように初めて視線でね、ね、全然あの貴重な姿勢が LL に乗り込んだ時はあの上手にもうセコンドコースこれを巻き込んでのダイヤンストーンになってしまいましたけれども、何だろう、はい、そしたら、ホットスイッチみたい、ジャパングランプリね、こうしてるんですよね、シングルプロレスできっちりと肩をつけて、しかしこの脇肩もかなり長時間決まっているんで、序盤戦でこういった関節技を長時間決められるとスタミナを増す危険があります。さあその辺後半戦どういった影響を与えるんでしょうか。長い足を伸ばしているんですけどなかなかロープレイクができない。そこはブル選手がハーレス選手のあまり緊張しているのも見えないという感じがね、チームというか LLBW になっているそうなんですが、割と以上の実力というか同じく耐久選手なんですね、割と平均的に。ですから全然気にしないので、誰というかボス選手とやってるのはこのいいところを出せるんじゃないかなというのがあるんですけども、ね、それも逆にこう試合にアクセントをつけるというか、インパクトというか印象付ける部分がね、そして強いというところを見せてもらいたいなというのはハーレー選手の希望ですけどね。なるほどね。そうしますとこれからどんどん、はい、まあ、例えばデッドローリングで試合を戦っていくことによって、ここでファンも何度も見つめてくる、はい、ここで、まあ、その辺どういった方法をするかという、キッシャーキッシャーですね、やっぱりこれで名の着地が私たちの顔は間違えるのが怖いんですよ。フェイントを持ちましたですね、間違えるのがやたら怖いんですよ、大きいですね、こういうのはメイクがね、はい、メイが似てますね、これね、このために先ほどみたいに椅子を踏み上げられた、ガッと、これは蹴りを読んでいて、これ出しましたね、3での反撃で、そして、いや高さを利しての攻撃、おっと、
郷選手もそうですが勝ちに行きますからね。やはり、試合展開というのはかなり綿密に考えているんでしょうけれども、これジャパングランプリ総体ですから、はい、何勝何敗というのではっきり順位が 出ちゃうんですよね、うん、なるほど。それは、はっきりと数字で誰が誰に強いというのが結果として残ったわけですよ、うん、だからこれはもう勝てない相手にはとりあえずこの点数になって絶対勝つから、うん、そうなんだ。はい、やっと返しました。また意地で盛り返しました、うん、こういった意味ではこのまた、ね、振りこぼしというのはアーレンにはあれかもしれませんけれども、これは手紙でも物にしなければいけないと思いますね。ただね、2人ともこのリーグ戦の今後の勝敗の行方を占う、はい、個人的には大事な試合だと思うんですけど、三田選手もこれハーレン選手に勝てば、うん、名を上げるというのが大きいと思うんですよ。でハーレン選手は先ほどの福岡選手も勝ってますから。そうですね、はい、さあそして涌井のブレイジングチョップ、ブレイジングチョップ、はい、これは手の動きが燃え上がるブレイジングの本音、なるほど、燃え上がる気持ちを表現しているという三田選手の、うさぎりをダブルでした。うわー、これは高さ高い、強烈にこの動画を2階から落とされたようなね、肩組みの落とし、はい、もう一発言いました。うわー、もう一発言います。ちょっと危ない角度で落とされました。結構頭から落ちましたね。カウント返せるか、うん、さあ、右の波状攻撃、その波状攻撃が始まった。さあ、そして今度はコーナー最上段から、あっと、ボディアタックでカウント2。三田が乗ってます。三田が乗ってきた。あ、そして裏アヒールホールド、裏アヒですかね、はい、結構珍しいですね。珍しいですね。一連の足殺しの流れというか、はい、この辺の攻防もやっぱりジャパングランプリ押し戻せなわけですね、はい、つけましたね。やっぱハレーもハーレー選手の蹴りを結構意識してるんじゃないですかね。出させないように。素晴らしい。で、今度はキレス剣が頭に引っ込みしてます。この辺は LLTW セルコーのタブを奪うという感じですけど、この辺は上手いですね。ハーレーもやはり関節技幾度となく耐えているんでしょう。足をフックしてうまく返そうということですけれども、まあ、カンドル選手とかもね、もうやったりなんかして、ね、ハーレー選手の場合は、そのお国も知ってるというか、この三田の表情ですけれども、一気に燃えてるという感じですか。さあ、やっとハーレーが、やっと逆に。逆にアキレス君が飛びかけた。うわー、すっごい。これはね、どうぞ。三田は張り切れをしますけれども。たくさん来ますね。ちょっと変形のアキレス君が飛びかけたんですけれども。中腰というかね、打ち上がっているところで、回収に向かってきます。なんかハーレーは常に痛みを爆発させているんだ。なんていうのかな、人の方もありますよね。そうですね、今の切り返しでもうお客さんバーッと湧きましたからね。ヘッドロープブレイク、これはかなりダメージがあったんじゃないでしょうか。見た、さらにその左足をストンピング。さあ攻めていきます。長身なだけに逆に下半身にダメージを食らうと三田も苦しいが、あっと、この攻防はハーレーがよく見ていた。そして場外に飛ぶのか、場外に、あー、飛んだー、ランチャー、うん、ベスタブリヒット。さあ、そしてすぐにリング内に戻します。さあ、ここからそろそろお互いラッシュをかけてくるんでしょうけれども、見た目よく見ていて、さあ、そしてこれを返して、あっと、ハッキングを返して、さあ、そして、あ、後ろが右指になったか、フルキックが、しかし、これも返した。さあ、この辺は、対象で、攻防で、うまく、体を入れ替えたんですよ、カウント2。
今のは珍しいですね。はい、後ろ側の選手もそうですね、はい、一瞬の気の緩み、こういったものがこの勝敗を分けてしまうというのがこの後半15分過ぎてからの攻防なんですけども、さあ肩に抱え上げて、あ、そのまま落としました。近くの人が手詰まれるというね、あるんですけどね、よく投げられますね、これね、うん、そして、トップを通る最上段から一つで紹介したら、まあ、前を入れ替えてるとか3度プこういったシングル戦というのは絵ですね、こういう返し方で10が決まるということがあるんですけども、ここはよく返したからね、積み見せて、そして今度は何を持ってくるんでしょうか、あ、流れ込む、これはすごい動きで、ジャパングランプリ公式戦第1戦見事勝利を飾りましたハーレー斉藤選手ですが、はい、見事な勝利でしたね。ありがとうございます、はい、きつかったです。でもフィニッシュは、タイガースープレックス、やっぱり一番
自分の中での決め技なんで狙ってました。三田選手とシングルでやった感触どうでしたか？いや、前の2戦よりも全然研究されててすごい成長だと思います。はい。これからリーグ戦まだ続きますが、一つ一つ勝ち星を重ねて自信を深めていってもらいたいと思いますが。はい、頑張ります。で、頑張ってください。はい、ありがとうございました。今日の原田選手どうでしたか？もう自分がダメだったから、もう本当にもう本当最初なんかね、お客さんにアピールされちゃったから、こっちもね、自分家のリングでそんなやってられるかって感じでやったんですけど、やっぱな、関節っていうんですか、もうああいうのがすごいっていうか、結構自分も気にして、ね、試合とかすごい気にしてたんですけど、気にしてビデオとか見たりとかしたんですけど、本当にダメだった。ちょっと唇から血が出てますけど、まだリーグ戦続きますんで、この先一つ一つ頑張ってください。はい、頑張ります。第5試合ジャパングランプリ93レッドゾーン公式戦30分一本勝負、まずは青コーナー北斗晶選手です。北斗選手、オールスター戦終わりまして、各地試合会場ではですね、北斗人気爆発というか、かなり大物ぶりを発揮しているという感じですが、どうですか今気持ち的には？そんなに、人気とかそういうのは別に気にしてないけど、やっぱりここで有頂天になって認められたと思ってたらまだまだだと思うし、これからもっともっと北斗晶の凄さをね、見せていかなきゃいけないと思います。カンドレ選手とのまあ戦いはありそうな気もするんですが、このジャパングランプリ、何度も優勝候補に上がって、これまではちょっとリタイアなどというケースが多かったような気もするんですが、今回は意気込み、その精神的な部分どうでしょうか？そうですね、今までリタイアとか、あとまあ、途中で抜けちゃったりとかそういうのがすごい多かったんですけど、それまあ去年まではすごい燃えてたっていうか、ジャパングランプリに対してここで優勝しなきゃっていう気持ちがすごい多かったんだけど、今年は別に何とも思ってませんね。それは何でかって言ったら、やっぱり今今回 LL の LLPW のハレー斉藤と、あと JWP の福岡が入って、初めてね、他の団体も入った対抗戦なんだけど、だけどやっぱりこの中で誰が一番強いかっていうのを争って、その上のアジアに挑戦するっていうことだから、っていうか次元が小さいっていうか、私からしたらこのジャパングランプリは次元が小さいと、今そうこういうことでね、やってる場合じゃないっていうか、まあとにかく今日は、一応公式戦第一戦ということなので、相手が山田敏夫選手、かなり心機一転という部分でシングルでガンガン来ると思うんですが、山田選手についてはどうでしょうか？今のままじゃダメじゃないの。でも誰かがね、他の団体とかじゃなくて、誰かがこの中であの子を潰さなかったらダメなんじゃない、そういう部分では北斗選手が今日の試合で身をもって教えるという部分は出してもらえるんでしょうか？そうですね、あいつは心のプロレスがないから。では今日の一戦、何か激しいものが感じられますが、一つ期待しております。はい、続いて赤コーナーは、山田敏夫選手です。今日は公式戦第一戦、相手は北斗晶選手ですが、最近戦ってみて勢いに乗っている北斗選手、どんな印象ですか？やっぱりもう対抗戦ということで勢いに乗りまくってるんで、自分はそれでベルト取られたりちょっと不調なんですけど、やっぱ今回のジャパングランプリはもう前回もその前もいい戦いけなかったんで、今回は全力でいいところまで行きたいと思いますけど、このジャパングランプリを一つの、まあシングルとして戦う新たなスタートとしていいきっかけにしたいところじゃないですか？そうですね、これでシングルでいいところまで行って、またトヨタにも頑張ってもらって、2人でとにかくベルト取り返さなきゃいけないんで、一昨年昨年とね、優勝決定戦行くかなっていうところでこう敗れたりなんかして、惜しいところでまで行ってるんですけれども、今日はぜひ第一戦からビシッと行ってもらいたいんですが、はい、どうでしょう意気込みは？もう全力で頑張りたいと思います。では頑張ってください。
これはいきなりというか開幕戦からレッドゾーンのこれ優勝を占い一大決戦です。そうですね、十分に、ま、はい、優勝争いをするだろうという2選手が激突するというので、山田選手がね、やっぱり一人の旅立ちというか、なるほど、シーマグロで、ね、はい、どんな戦いぶりを一人で違うものを見せてくれるかなという期待があるんですけどね。なるほどね、この辺りが焦点になるかな。長いですね、この握手も、うんうん、かなりお互い意識してこのホットと体のシーグルっていうのもハード的にはなんか新鮮な感じしますね。まず、うん、は場外乱闘には見えませんでしたけども、そうは外せないぞって感じですね、ホットも山田が言ったんですけどねすごいテープですね、これも。ウルさんはこの、はい、優勝占い決戦どう見てますか。優勝者ですか。いや、その一戦はこの人ですか、うん、やっぱ北斗じゃないですかね、やっぱり、はい、山田選手はホットのどのあたりをどうこうついていけばいいと思いますか。私が山田だったら、はい、どうしよう、このホットっていうのはもうどうしようもないですよね。どうもしようもないですよね。だって何やったら僕的じゃないし、何やったって我慢するだろうし、ね、どうもしようがないレースなんですね、今乗っちゃってて、うん、どうしてやろうかしら。どうしようもないということは誰もどうしてやろうかしら。どうにかしなくちゃいけないでしょうね。そうですね、どうにかこの山田が何かこう角度を生み出すことができるかというか、でもやっぱり山田の得意技の蹴りですか、はい、やっぱ一応蹴りをやっていくしかないですよね。なるほど、まあ、蹴りの補助部位からちょっとね、うん、ウバースのボディスペシャルの問題で、うん、あと北斗の全部この得意技を食らわないことですよ、うん、ノーダンライト部分があるいは先頭のあたりは、うん、一つ一つの技が下がりですから、はい、なるほどね、もう攻めさせない北斗には。これ左肩は言ってますね、そうですね、大阪で言ったんですよ、はい、はい、そうですよね、弱点ありましたよ。なるほど、山田やはり、うん、ここをまず北斗行こうと、うん、山田やらせないのが北斗だからな、ハンドリをしてね、なかなかこの姿もね、はい、素早めに感じて回してましたよね、ホットは。ホット選手と戦うとですね、相手の選手はなんか一つ見入られたようにというか、一瞬ようやく勝ったようにというかですね、立ち込んだね、立ち込んだね、固着したというか、何か自分をかけるみたいな、そうですよね、そういうオーラがあるわけですよ、体が発散するものなんですね、相手を巻き込んじゃうというか、ね、うん、丸くていいです、威圧感があるんですよね、この辺で山田がいつものような、うん、いきなりね、うん、エンジナルファイトが、あるいは激しいファイトが、うん、見せられるかどうかというところも、ポイントになったりしますけど、拍手の状態でね、山田選手は行くと思うんですけどね、はい、今日水色の新しい拍手ので、難しいですね、これは見たことないですね、うわーっと強烈、はい、さあ今の山田の表情を見てくださいと分かると思いますけども、もうすでに何か金縛り状態になってしまいましたね。もうお互い首をね、はい、手術したりして首が悪いの分かったじゃないですか。なるほど、その山田に、まあ、やっちゃうっていう北斗もすごいし、これを耐えちゃう山田もすごいし、今またヘルクラッチをかけながら山田になるっていうのは汗を浴びせていたんですけども、待て待て、いやー、これで落とさなければいけません。あげろ、もうやらせてくれないだろうというこの北斗晶、また の展開ですね、つなぎが、あげろ、ドラゴンスリーパーに移行しました。これもやられて、山田選手の方も逆に北斗選手に、はい、攻めることができればね、うん、目には目をっていうのを、ね、出せばいいんですけどね、これやっぱ見られて思うどんもできないということになるんですけどね、アリ地獄にハマっているような、じわじわりと来ちゃうんですよね。あたりがやっぱ北斗の選手たちが、ね、
もちろんね、特にこう、はい、優勝がないわけですけど、確実に選手を上回ってるわけですよね。選手はちゃんと攻めてくれないんですよね。なるほど。今度はどういった攻撃を山田、この絶大なるカリスマ性のホットにどこまで攻撃ができるかというところですけれども、間近で見ると北斗選手の体つきってのはほっとりしてるんですよね、実は。何でもこう筋金入りというか、何でしょう、試合になるとね、もうシュッとしまうっていうのがね、北斗、はい、体重でいうならば現状でも、もうかなり小さいですから、どういうのもね、体重の上ではないですかね、もう少しあの右の部分を簡単に進めてるのがすごいところですけど、普通だったら、ね、腕の一本も折っちゃえばもうリラックスするだろうし、そういう弱くなるじゃないですか、ね。プロスの場合やればやるほどね、もうお返しが来るっていうのがあってるから、攻めようにもなんか一個戸惑うところがあるんですよね。攻めるとしたら押されたあの大阪のオーサーでも、あれギブアップではなくてエブリストっていう、その結果でしたからね。まだちょっとしながらこうやろうとしていたホットというのは何があったのかもしれないですが、まあ、あのオールスターズ以来ですね、ホット人気というのはもう、もともとね、全然ファンの間では人気だったんですけど、もういわゆる今まで全然ファンではなかった人からですね、もう絶対なる人を受けて、あれ特にあの地方を絶大なのに行くとですね、まあ、やっぱりその先ほどもあった雰囲気というのは、そうですね、これはね、例えば山田選手がやってますけれども、山田選手を応援しようと思って見てるファンもですね、これは次第に北斗選手の魅力に、北斗選手すごいなっていうふうにね、惹かれていっちゃう方が出てくるんですよ、だんだん。今ね、だって山田を攻めてるけど、山田見てないですよね、きっと。そうなんですよね、北斗のやられ方を見てるんですよ。やってても、攻めててもやられても北斗見ちゃうんですよ。それはカリスマ選手ですね。たくさんまでもね、まあ、今夜もそうなんでしょう。ますますやる方がやりにくいなって。しかし、この攻防も、しかしすんなりとはいかしないね、やっぱりヒット。そうですね、すんなり逆襟固め、リングの中央でガッツリと決まるというシーンだったんですけれども。あ、しかし、やはり、苦しいですね、表情が。山田は、まあ、これはもう容赦なく、これは肩を攻めないとですね、当然勝機は見出せないということですけれども、そのぐらいのハンディをつけて、ね、山田選手と、山田選手は大失礼ですけれども、ね、はい、何かそのものを一つないとね。まあ、逆に言えばチャンスですからね、山田、はい、ここでホットを破っておけばこれ、はい、まあ、レッドゾーン、予選優勝候補
浮上してきますよね。この2人はいいところまで、昨年とかですね、はい、なかなかいいところまで立ち続けていきたいなんかするんですけれども、結果的には優勝は届かないというね、結果が残ってまして、だからこの新春生活をやってる限りは一度はジャパンカップには制したいというのがね、あると思うんですよね。特にゲストはこれもあの優勝したのは当然というかですね、今まで負けたんですけど、今までの負けたんじゃなくて自体なんですよ。そうですよね、友達自体とあとユーリストップ、そういうのを2年続いてますから、今年こそはチャンスを持つなと思います。やはりその辺も当然狙ってきて取りに来ている。当然にこの試合が一段組んでいるので、しかし、まあ、このスリーズの勝ちまして、デンジャラスクイーン決定戦に勝ったということで、まあ、今一般的にはデンジャラスクイーンという称号を得たというか、その一言でお受けするというかですね、デンジャラスクイーン王座というのがあれば、ベルトは高々とかざしてるんじゃないかという存在ですよね。センター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 あとも、いや今山田もね、よけようと思ったんですけどね、逆にこれの速攻で首に入ってしまったことなんですよ。一発やった後のアピールもやっぱ違いますよね。この距離に入るまでのアクションというね、一つ一つ本当にもどうにっていなという感じがします。このヘッドは、さあそしてこのコーナーに登るのはこの人本当に速い。何を持ってくるんでしょうか。これもカウントする捉えるところでした。ヤクマ選手も急にこのヘッド選手がですね、読み合って暴れ出して、今までどこか攻められていたんだというのがよくわからないというのは、この攻めに転じたとしてこの波状攻撃をかける力というのは本当に右に出るものがいないなと感じします。そしてリング中央の処理がためシュートの体重を上げました。これ試合前に打った選手ですね。やっぱり山田選手っていうのは全然本命エースというか、我々のやっぱりエースだというね、正統派の選手だというのを認めてますので、それを今やや低迷している部分で自分は立て直してやろうと、自分の力でこうね、自分のこのレベルまで上がってこいというか、できるところで直してやろうというか、立て直してやろうというか、そういう意識でね、この試合も行ってましたよね。いい意味で上のコメントですよね、でもね。山田厳しい、下にはロールロープを切り替えさせないというね。山田、まあ、山田って聞いた、これギブアップできますけど、ギブアップしてほしくはないんですよ。こんなにギブアップじゃなかなかないから、そういうギブアップなんですよ。ちょっとはできないというか、あまりにすがる前だなと思うので、逆にこう、突っ込んだんですよ。そしてこの、しっかりできるよう2回戦という気持ちで、ガーンの首を返していったこの山田のコーチも立派。そして、出ましたね、最近は得意の連続でのトラップ、かなりへそ投げで、この角度もう一つ来ました、3連発だ。追いかけますね。これはもうね、ダニハイと関西選手もね、これで一発で最後のゴールを取りましたよね。さあもう一発いきます。いや、これは最初のホットもちょっと面食った感じがありますけれども、マス監督、山田もう一発いきますか。バックに参りましたが、しかしもう何度も9というホットやらないが、うまいぞ。ここは
両選手
というのもやっぱり少しは感じるものがあったでしょうね。さらに洗礼を浴びせます。ポンと踏みつけていきました。いやしかし優勝を占う一戦は北斗晶が山田敏夫に貫禄の勝利という感じでなりました。公式戦勝利を収めました北斗晶選手ですが、一応貫禄の勝利というところでしょうか。いや全然貫禄とかそういうんじゃなくてね、あの試合前のインタビューで山田には心がないって言ったけど、それは半分取り消します。全部は取り消せないけど半分は取り消します。終わった後山田起きろというふうに張り手をかましていきましたが、その辺のところはあそこで誰もが握手すると思うけど、私は戦った相手に握手とかはねよっぽどのことがない限りできないし、だけどやっぱり今まで山田トヨタが前場のリーダーとしてやってきてっていうかね、それにやっぱ任せて溺れた自分たちもいけないと思うけど、やっぱあいつらを潰すやつが出なかったらあいつはダメになるから、今はもう内輪で揉めてる場合じゃないから何度も言ってるけどね、だからここであいつらを立て直すためにも強いやつがいなきゃいけないと思う。というわけで、前場を立ち上がった北斗晶選手でした。おめでとうございました。Yeah!
第6試合メインイベント60分一本勝負、アジャコングブル中野組対豊田真奈美井上京子の一戦ですが、まずはこちら青コーナー豊田真奈美選手井上京子選手のタッグですが、このお二人がペアで登場するというのはあまり印象にないというか珍しいんじゃないかと思うんですが、豊田選手どうですか？そうですね、ローカルではたまには組んでるんですけど、やっぱりこういう大きい試合だと本当久しぶりなんで、はい、お互いに、まあ、いわば技巧派などとこう言われておりますが、井上京子選手、はい、どうですか？なんか2人でやるとこう 技に技を積み重ねてなんていう展開が予想されるんですが、そんなお客さんが思ってるほど技巧派なんて思わないんですけど、まあ一応引っ掛け回して、はい、どうか相手がですね、アジャブルの巨獣連合と言われている、いわばベイダービガロ軍みたいなかつてのそんなタッグですが、対策というかその肉体派に対する今日の試合というのはどうでしょう？そうですね、やっぱりこの中でも一番体がちっちゃいんで、とにかく動き回らなきゃ、はい、動き回りたいと思います。はい、井上京子選手は歯を昨日の試合でちょっと痛めたということですが、はい、今日の状況というのはどうですか？いやちょっと顔面はきついと思うんですけどね、まあ、やられるなとかカバーして、はい、やられる前にやっちゃおうって感じですね。ちょっと口が回ってませんが、はい、試合の方はちょっとビシッとやってもらいたいんですが、はい、メインイベントですので、はい、相手強豪ですので一つ頑張ってください、はいはい。赤コーナーはですね、アジャコングブル中野選手、オールスター戦以来久々の登場ということでですね、この貫禄のタッグですが、まずアジャコング選手、はい、今日からジャパングランプリ開幕戦ということなんですが、誰が勝ち上がってきてっていう意識でどうですか？公式戦というのはどうですか？意識しますか？そうですね、まあ誰が勝ち上がってきてもおかしくない状況なんで、うん、まあ誰っていうことはまあ限定できないんですけども、まあ、誰が勝ち上がってきても全力を尽くして上がってきたものは潰すと、はい。さて一方ブル中野選手はですね、まあ、限定された会場だけ出場ということで、この戸田市スポーツセンターはデビュー戦の会場でもあるんですが、今日はどうですか気持ち的には？気持ち的にはあの地元なんで多分お客さんはみんな応援してくれると思うんで、会場にはおばあちゃんを見に来てるんで、とにかく頑張りたいと思いますけど。あ、かなり応援が来てらっしゃるみたいですけど、相手豊田真奈美井上京子組ですが、アジコング選手どうですか？相手はいわゆる一つの技巧派タッグなんてこうあれですが、このブルアジャ組との相手としてはどうでしょう？そうですね、まあもちろんパワーで押していくのはもちろんですけども、まあ技には技で対抗していく部分もねもちろんできますから、十分にそういうこともまあその辺いいんじゃないですか。あと京子がちょっとね怪我してるみたいですけども、まあ、そういうのは構わずガンガン行きたいと思います。ブル選手はどうですか？うまみという部分では、うん、かなり熟練された、技なり、気合試合ぶりを見せてくれると思うんですが、どうでしょう今日の相手とのタッグは？相手に対して今日は不足はないです。アダムとトヨタなんでバンバン潰したいと思います。ではものすごい勢いのこのアジャブル組巨獣連合タッグ、その凄さを見せてもらいたいと思います。では頑張ってください。センターボルテージが最高に上がってまいりました。いよいよメインイベントが始まります。
ですね、これ。どうなんですね。ちょっと垂直に落ちちゃいましたね。
した状況です。こういうの見たとしても、トヨタに決まるような感じで。
出ましたね。おお、ちょっと止まってよかった。
リーブロックですね。ですね、ちょっと先ほど、ちょっとエプロンですね、よく飛ぶようなんですけど、これはうまいぞ、後頭部打った、じゃあ、このやら、アジャーもちょっと、一瞬気を抜くと危ないなというシーンでしたけれども。Thank you.